こんばんは、平井博明です。今回はですね、リクエスト動画フォロースルーで左肘がこう曲がってしまうっていう方がいらっしゃったので、左肘が曲がる原因を動画にしていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。左肘が曲がってしまう、要はちょっと曲げてみてください。フォロースルーで左肘が曲がってクラブをこうやって出しました。でここで曲がらないように打つにはどうするかっていうことが多分その方知りたいと思うんですけど、左脇締めて肩を回転したら曲がんないんですよ。でもここで肩が回転しないでこうやってクラブそのままで肩を戻すでしょ、したら左肘曲がるじゃない。確かに、だからこれ左肘を伸ばすんじゃなくて右肩を回してあげたら正面に来るじゃん、クラブが。だから左肘って曲がんない。要はその方が左肘の曲がりを抑えるためにはどういう練習をしたらいいかって言ったら、ワイドスタンスで体回転しないようにして腕を伸ばしっぱなしで肩の回転だけでこうやって打つの。肩をこうやって回すの、こうやって。その練習すれば左肘が伸びるようになるから。出た、うん、違うとこな。これは3万5千円。6万5千円ね。あ、6万5千円。そう、これは直すんだね、やっぱね。そう、注目してるところは治らない、ね、あの意識したら。そうだよね。そう、違うとこ直す。そう、左肘を伸ばすんだったら右肩を突っ込ましてあげる。治ります。すごいね、それ。そう、左肘が曲がったまま右肩突っ込んだらクラブこんなところに行くじゃない。こんなスイング絶対しないから。そう、打ちたいところにクラブを向けようとするから。だからこのままワイドに構えて腕をなるべく、だから9時3時が限界かな。9時3時ぐらいで肩の伸ばしたまま肩の回転だけでこうやって動かすの、こうやって、こうやって。そう、これを打ってあげる、こうやって。したら伸びるでしょ、うん、伸ばすしかない、ね、そう、伸ばすしかない、うん、そう。でそれでも曲がっちゃう方、俺は一番いい方法がある。ずっと曲げてる、ずっと曲げてたら距離変わんないから、こうやって、うん、そう。したら要は高低差がないからずっとナイスショット出るから。そう、だから曲げるんだったらずっと曲げてればいいの、アドレスから。軽く曲げ感を出してあげて、こうやってピンってやんないで、こうやって少しこう五角形っぽくやって、こうやって打ってあげる。それは悪いことじゃない？全然いいこと、全然いいこと。これね、めっちゃくちゃ大事な関係ない話していい？めちゃくちゃ大事な関係ない話。そう、例えばスイングで良くないスイングするよ、遅早ね、遅早で自然と遅早になっちゃう人いるでしょね。でもしっかり遅早で打ってって言ったら当たるのよ。これは全てに当てはまる。当たり前のことを恋にやってあげられればミスじゃなくなるから。いつも言うやつだ。そう、自分からやってるかどうかよ。そういうこと。そう、結局無意識すぎちゃうのよ皆さん。振りゃ当たるでしょう。で要は練習したり球をコースで打とうとするからミスが出るだけなのよ。それが例えば力みもそうよ。しっかり、じゃあ力んでるのって、そう、しっかり力んだら力む準備をするから。今から力むって言ってんのと一緒だから、力まないようにして力むから力みのミスが出るわけじゃない。あ、そうだね。そう、だから力むよって言って力む準備をして力んであげたら力みじゃなくなるから。ただ力を入れてるだけだから、言い方の違いだけど。そうだね。そう、でもちゃんとそうやって今打とうとしてるんでしょって言ったら、準備をしてるから力んだ振り遅れとかっていうのがないのよ。それが全ての理論に当てはまるけどね、自分がやろうとしてることに対しては。これはちょっと6万5千円だ。絶対言わなきゃよかった。そうね、それもそれみんなにじゃあ投げ銭してもらわないと。間違いない。そう、だからそれは全てに対して意識は絶対、理論よりも意識してもらいたいこと。そうすると、やってることが一緒でもさ、うん、頭の中がそう変わるだけでさ、うん、なんか違った風に見えるね。そう、そうすると何が大きく変わるかって言ったら、うん、ダメなことがなくなるから。これはなあ、10万だ。すごいね、動き変えてないもんね。そう、一つ言っていい、アメリカ PGA 選手がほとんどそれだから。だからあれだけスイングが違うんだから、みんな。だから個性的なの。まあ、そうだから、まあまあほとんどプロゴルファーとかもそうだけど、うん、
結局ダメな動きとしてやってないから、ダメって思って、そうダメって思ってないから、それを自信満々に準備をしてやってるから、個性があるスイングでもあんだけナイスショットが打てるっていうだけなの。今ちょっとご覧になってる皆さんが自分のスイングでめっちゃくちゃ当たり前に無意識でやってることを意識してちゃんとこなしてみてってこと、100点のことをね、本当に100点毎回って言いながらやってみてってことなの。それってめちゃくちゃ大事な練習、直にコースで通じる練習だよね。それが今からやろうとしてることをしっかり自分からやれなかったらコースではナイスショットは打てない。ナイスショットが出たとしてもたまたま、たまたまん、ね、だからプロが72回でパワープレーで回ったら72回それやってるから、それはねもう絶対、もう絶対、うん、それぐらい大事。右膝が出るのも出してたらミスになんない、全然なんない、なんない、全然。今取ってる、右膝出して打つよ。変だけど、変だけどね、そうそう、今は右膝を全力で100点で出したの。そしたら普通でしょ、当たるでしょ、そう、こういうこと、出そうとしてるから、そうだから、その動きを完璧にこなすじゃない。でもインパクトには関係ないから、右膝出ちゃう人がミスをするの、要は予想外のことだから、出そうとしてないのに出ちゃったから手元が浮いてクラブが寝て、あ、また戻ってきたね。そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうこと。右膝自分で出してるから別にクラブも寝かさないし、うん、遅れないようにしてるから、うん、大丈夫なの。そう、多分ね、今後ろから撮って多分インパクト前にこうやって出てんのよ。そうだから完璧に出してんのよ、もう多分ね120点よ右膝。右膝120点って何、出す人いないよね。いない、いない。だってもう悪いことだって言われてるから。そう、そのね、要求するのは徹君だけ。そんなへんてこりんな、そう、右膝出してって、そう、打てんのっつって。そうだから、あれぐらい故意に自分から自信満々に100点を動きをやればナイスショットになるの。そうなってくるとワンラップの200何十本の動画が全て線でつながるようになるのね、うん、その理由が結局俺最後はクラブが動いてればって言ってるじゃない、そういうことになってくるの。今全ての動きを故意にやりました、どんなへんてこな動き、完璧な動きでも100点で今動けますって言ってもクラブが戻ってこなかったら100点じゃなくなるの。0点になるね。そう、でもクラブが動いてたら体が0点でも当たるから。そうだね、そしたら球は100点になる。そうなんですよ、そこなんだよ。動ける100点目指してんじゃないからね。そう、球の100点だもん。そうそう、いいこと言うね。いやいや、そういうことじゃん。そういうこと、まさにそういうこと。どっちがやりたいかってことですね。そう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 、カッコ取るのか球取るのか、うん、だからコースではどっちって感じだよね。もうたまんないよね、多分ね、うん、スコア取るだったらさ、自分のことを知ってないとダメって俺言うじゃない。そうだ、それ自分のことを知ってるから、ここでこうやってやった動きが自分で分かってるじゃない。だからそれが完璧な動きになって普通に害がなく打てるわけないでしょ。とかだから徹君も騙してないし嘘も言ってないし、動画は全てつながるの。右膝出して打てると思わなかった、言われたことあるじゃん、そんなんで打てって。うん、生まれて初めて。うん、世間一般的には出ちゃいけないって言われてるからね。よく打てるの初めてで、できんだ。あ、練習してたしたことないのに、うん、自分を知ってるからかな。そうそう、もちろん不可能に近いこともあるけど、登録の要求はね。だけど、そう、ああいうふうにスイング中に何か入れてすぐミスが出ちゃうってことはほとんどない。ちゃんとそれについて分かってるから。分かってる。あれだね、コースってじゃあどんなところでも打てるようになっちゃう、ね、そう、こういうところでは大体どうなるって想像がつく。こういうとこでも、こういうとこでも。そうだから、プロはトラブルショットがうまいの。これまた全然関係ない、めっちゃ大事な話していい。プロとアマでナイスショットって、ほんと球だけ見ても両方同じなのよ、両方100点。プロとアマの大きい差ってトラブルショットのリカバリー、それがプロは断然にうまいのね。イレギュラーな場所からグリーンを狙ったり、グリーンの近くに持ってけたりってするけど、アマチュアのセオリーとしては曲げたら一旦ヘアウェイに出すっていう作業をするわけよ。そうすると一打、まあ変な話、言い方悪いけど損するじゃない。そうだね、うん、それがプロはないのよ。そうだから、リカバリーショットがズバ抜けてうまいのはプロ。そうだからね、そういうのも
自分の動きが分かってるからできることなんだよね。練習場でよく球曲げてくれとか俺言うじゃない、うん、そういうのもそうで、そうだから必ず動画はつながります、うん、はい、全然あのリクエストしてくださった方の左肘からなるほどなるほど、そうおさらいしますと左肘をフォロースルーで曲げたくなかったら肩回転を増やしてあげる、肩の回転の運動量を増やしてあげられると肘を曲げなくてもフォローまで達するんで、それを練習でやっていただきたい。で先ほど言ったその練習方法を取り入れていただいて、でそれでもどうしても曲がっちゃってもう全く当たんなくなったら最初から肘を曲げる、この2パターンを取り入れてもらいたい。ぜひそのやっていただきたいポイントをですね、練習場でやってみてください。はい、で今回はですねリクエスト動画でフォロースルーで左肘が曲がってしまう、それを伸ばしたいという方の動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。